スタートしました。6番マスクド・ディーバ最後方から、3番ドルチェマーも後方、まずは5番ウィン・カーネリアン出ていってリードは1馬身、そして13番トゥード・ジボンが2番手になった。3番手は14番サウンド・ビュアーチェ、4番手12番コナコースト、前から5番手は8番ホウオービスケッツ、あとは3馬身後方に11番マテンロースカイ、その後ろに1番サクラトジュール、そして上がっていく9番ウンブライル、そしてその外につけているのは並んで15番フリームファクシ、これから3コーナーカーブ、あとは2番アスクこんなもんだ、その後ろに巻き返していった6番マスクとディーバ、そして4番のルージュリナージュ、3、4コーナー中間、7番ジャスティンカフェ、16番アベラーレ、そして10番ダノンタッチダウン、最後方には3番ドルチェモア、3コーナーから4コーナーです。46秒ぐらいで800メートルを過ぎて3、4コーナー中間、前は5番のウィンカーネリアン、今日も行ってリードは1馬身半、そして2番手13番トゥードジボンで、さあ残り600メーター4コーナーカーブ、直線に向いています。3番手は14番サウンドビュアーチェ、そして内からは8番ホーオービスケッツ、さあ残り400メーター坂を上がっていく、突き放したか、先頭5番ウィンカーネリアン3馬身のリード、そして13番トゥードジボン、接近は8番ホーオービスケッツ、左内から1番サクラトジュール、さらには11番マテンロースカイです。6番マスクドディーバー現在中段、じりじりと伸びているが前とは差がある、先頭入れ替わって1番サクラトジュールに変わった、抜けた1番サクラトジュール抜けて合理、2着は最後激戦、5番ウィン